始め最新不動産情報。はい、どうもベタのすみやす芸人 WCSOK です。本日紹介していただくのはこちら N アセットの杉本さん。また不在。おー、杉本さんがいないのすごい残念です。聞いてるのがですね、こちらのタワーでございます。サンワパール。前回ね、3ベッドルーム紹介しましたが、今回は2ベッドルーム、大人気、ご家族に大人気2ベッドルーム、こちらのサンワパール、最近めちゃくちゃ問い合わせも多くて内見もすごい増えてるらしいです。日本人の方もたくさん入居されてるみたいで、なんと日本人学校のバスが来ることになりました、2学期から。これはね、日本人がだから住みやすい、日本人が選びやすいお部屋となっている。サンワパールのお部屋紹介してくれるのがですね、サンワパールのベタな目の方が今日は紹介してくれるということで、早速見に行ってみましょう。レッツゴー。レダントンからタクシーで5分ぐらいで、隣のサイゴンパールには飲食店やコンビニ、スーパーたくさんございます。おー、めっちゃ綺麗。靴箱、これめっちゃおしゃれ。縦に入れるタイプ、無駄なくねいけるという。そして真っ白に統一されてますから、やっぱ綺麗だし広く感じます。冷蔵庫でございます。めちゃくちゃでかい。そして電子レンジとオーブンも分かれてますから、もうちゃんと用意してありまして、収納も広いです。出た、4口。 IH の口が4口。ここもね、キッチンでこうやってお母さんが料理しながら子供たちが遊ぶ姿もこう見届けれるという、決して背にしない、いやこれはいいですね。でこっちにもね、全あの収納あるんですよ。ここにも収納ありますから、両方もう両方もう素晴らしい、十分な広さでございます。さあリビング行ってみましょう。おしゃれな、これね、杉本さんと2人だったら線香花見って言えたんだけど。全然だろ、ファーファーね、そうよ。で家具もね、一つ一つ本当あのおしゃれ、めちゃくちゃおしゃれ。ここデザイナー系が選んだかのようなおしゃれ。デザイナー系やん、デザイナー系って。デザイナー系でしょ、すごい。そしてソファ、めっちゃ革ですよ、革。杉本さんと言ったら、これも測ってたのに、杉本さんが言い出して、はい、せーの。素敵な点決まっていいですね。3人掛けだから、もう綺麗に3つに分かれてるから。1、2、3。全然意味ないそれ、分かってたことだから。もうこのね、椅子も可愛いしおしゃれだし、テレビも大きいものございますし、ここにいろんなものが隠せると、出しっぱなしにしなくて済むぐらいの収納がございます。そしてベランダ行ってみよう。ベランダですが、あ、窓めっちゃ開く。うわ、これは開放感あるわ。すごい風が入ってくる。これはすぐね、換気できますね。で、ベランダで肉の暗風の方見渡せますから、で、川の流れを見て、優雅にね、このベランダぐらいだったら、まあ、ビール飲みながら眺めながら休日気分味わえますよ。いいなぁ、ベランダもいいですね。さあ、続いてこちらの部屋。何の部屋？失礼しまーす。あ、洗濯機置き場だ。で、ここに干したりするんかな。じゃあこちら洗濯も乾燥もできますから、干す必要もありません。この中で十分。そしてこちら、誰もいないよ。いる？いる？誰かいる？僕ドラえもん。ドラえもんだ。簡単にやったの。こちらスモールベッドルーム。やっぱあの白を基調としてて、でベッドもすごい白いし、もう清潔感あって広く感じるようなお部屋でございます。で収納も十分な広さで、こちらもありますし、奥行きもすごいあります。スモールベッドでこの広さ。このベッドはちょっと分かるか。わかんねえけど、あなた前なんかもうえらい短くなってた。クイーンベッド、エブラクイーン。広いですよ。もうクイーンベッドですからね。こちらの窓もすごい広い。すごい、すごい広い。もしかしてあれじゃない？2枚ガラスじゃない？これ防音ですよ。2枚ガラスです。まただから音がねしないと思ったのよ。さっきもそっちでも感じたのよ。結構静かやなと思って窓開けてみたら、ちょっと音が聞こえるなっていう。めん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 。閉めてみて、今結構うるさかったし、閉めてみて。インサイドがずっと音がインサイドが出とるけん意味ないんよ。外の音が聞こえないだから。これは全然違うわ。そのもうボケなしで
これは寝れますね。さあ、そしてこちらの部屋は、部屋じゃない、シャワールームとトイレ、広いね。ソウルベッドルームのあのトイレシャワーにしては手洗い場とかも広いで、鏡も広いし、ここにも収納があるんだ。へえ、なんかめっちゃ日本っぽい。日本でこういうの見てたわ。てか、うちの実家はこれです。シャワールームも広いね。シャワールームにしてはマジで広い。広で2つ出口もありますし、あー、やっぱり気に付いちゃった、気に付いちゃった。わーい、わーい、ゲッチャーです。これで水が外に漏れないで。お前んち皿だったね。そうだね、水をねこうやってピャーピャーってやらなんのよ。うちはこっからね出るんよね。まあここで、遮ってくれる時もあるんだけど、このストッパーみたいなので一応遮ってはくれるんだよ。ここにね、ほら、ピラピラですよ。遮ってはうちはくれるんだけど、やっぱね、ちょっと下隙間から出たりするけ、この段差があると、なお、よし。じゃあ行ってみましょう。マスターベッドルーム。ああ、やっぱり広いですね。マスターベッドルームも、まあ先ほどスモールベッドルームと同じような白を基調としたベッド。さらに広くなってるんで、まあ、キングじゃない？キングですよ、やっぱり。エブラ、キング。あら、ゲームオッケーよ、オッケー、最高。ベッドも広いですし、結構このここの空間が広いよね。両サイドここの空間が広いって、なんかちょっとすごい贅沢な感じがする。これだけあると、だからここで子供たちにね相撲とか取らせてもいいわけだもんね。おっ、たまったとか言って、あー、そこどこ、たまった、そうそう、いや、当たり前、はっきり、おい、たまった、タンロイ、イエーイ、イエーイ困らせんなよお前これだけ寝転がることもできるぐらいのスペースです。マスターベッドルームにもテーブルもありますし、このねカーテン閉めるとね、このカーテンも結構厚手なので、遮光カーテンですよ。光入ってこない。遮光だろ、遮光カーテンになってますこれ。ほら、真っ暗や、真っ暗、真っ暗でしょ。これだけ暗くなりますから、遮光ですよ。遮光な、え、なんちっちゃいツー入れるの。ツアー入れたがるよ、熊本人は。いや、そんなことない。じゃあ、こちらの部屋かな、バストイレ広っ。さっきよりやっぱめっちゃ広いわ。シャワールームめっちゃ広いよ。こんなバレエの練習やここで。めっちゃ広で、高いし、さっきよりすごい高い。素晴らしい。鏡もめっちゃ広い。ここはペラペラ入った、開きました。ここにも収納あるし、下にも収納ありますと。素晴らしい。これなんだろう、トイレで洗濯機置き場もあったし、出たウォークインクローゼット、めっちゃ広、奥行き、モデルウォーキングできます。バギーだね、今服めっちゃ持ってる人でも結構な量入りますよ。奥行きもすごいし、こんだけの奥行きあって、それが3パターンあって上まである。いや、これはすごいわ。2ベッドルームにしてはちょい広の感じです。ここはね、部屋もすごいですがね、ファシリティもマジすごい。プール広いし、もうビューもそっからめっちゃすごいんですよ。で、ジムあり、もう多目的ルームもめっちゃあります。そしてキッズルームと勉強できるような部屋も分けてあるんですよ。で、こういうなんかちょっとしたスペースで涼んだりできるような、めっちゃおしゃれですよ。おしゃれな場所もあって、これファシリティ最高やね。ちょっと暗いんですが、コロナの影響もあって閉めてる部屋もあったりするんですよね。そしてコワーキングスペースはちょっと有料になるんですが、借りれるということです。皆さんぜひ借りてみてください。3はパールしか勝たん。家賃当てたらただで借りれるのコーナー、やってまいりました。家賃を当てたら僕がただで1ヶ月借りることができるというコーナーです。3はパール、デタントンからタクシーで5分で、2ベッドルームで104平米、新築ですしね、かなり綺麗なお家で、未入居、2ベッドでしょ。決めました。じゃあ行きます。$2,500。これは行き過ぎよ。だって前回のサマーセットのリスタがサービスついて、そっか、いくつよ、1400とかか。ってことはちょっと近いじゃん、近さで。ほら、飲食店もここは充実してるじゃん、かなり、うん、川沿いでゴルフ打ちっぱなしも近いし。$1,600、$1,300、$1,600、では答えてもらいましょう。$1,200。安い。いや、これは借りたいわ。1200
お前最近300ドル？うん、だからもうほぼ当たり。違うスタイルの部屋もあって、値段は変動してると、家具によって違ったりとか、もうビューによって部屋の値段はやっぱり変わってくるみたいで、ここは1200ドルと。いやでも安いね、これは安いわ。こちらファシリティもすごく充実してますので、皆さん気に入った方早めに問い合わせしてみてください。下の詳細欄に N アセットのリンク URL 貼っておりますので、ぜひ問い合わせしてみてください。それでは以上、ホーチミン不動産最新情報でした。さよなら、バイバイ。